皆さんこんにちは、君島十和子です。今回はですね、高橋愛ちゃんと一緒に、スキンケアについてお話しさせていただきたいと思うんですけれども、今日はですね、愛ちゃんが使っていらっしゃる普段のスキンケアを全部お持ちいただいたんですよね。で、スキンケアをしているのを私が別室でモニターでチェックしてさせていただこうと思うんですよ。怖い、ね。で、横にいてほしいんですけど。本当ですか？愛ちゃんちょっとストップとか言ってほしいんですけど、それはだけで。ちょっとね、一回別室で。一回ね、わかりました。一回自由に。5分。こう、プレスするように。ちょっとグリグリやりすぎかな。もうちょっと優しくしてほしい。もう一回なんか、こんな感じ。すごいポイントです。スキンケアのこだわりってありますか、愛ちゃん？そうですね。やっぱ保湿はこだわってますね。なるほど。でも、本当にお肌ピカピカだから悩みなんてあんまりないですね。あるあります。本当ですか？トワ子さんに聞きたいこといっぱいあります。あ、本当ですか？そうなんですね。ありがとうございます。ありがとうございます。ぜひぜひね、その辺も、お話しさせていただこうと思いますので、今日はよろしくお願いします。こちらこそ。お願いします。ドキドキします。ね。それでは私のナイトルーティンをお届けしたいと思います。まずはね、ポイントメイク。これアイメイクリムーバーって書いてあるんですけど、ポイントメイク落とすのに使います。これ2層になってて、こうシャカシャカシャカってやって、ラロッシュポゼのやつなんですけど、これめちゃめちゃ大好きで、永井さんっていうメイクさんがいるんですけど、私が大好きだね。そのメイクさんも本当にまとめ買いするぐらい大好きなんだよねっていう話で盛り上がったぐらい、本当にこれ逸材？逸材？合ってる？すごいものなんですよ。これ大好きで、これもう何本使ったか分かんない。もう綺麗な方持ってきた。旅用と分けてるんですけど、これ綺麗な方持ってきたんですけど。これを振って、そうそう。リップとかね、濃いのが好きで塗っちゃうので、それを、こう、こっちで、これもメイク落としなんですけど、こっちではなくて、まずポイント落としで落としていきます。ちゃんとポイントメイクはポイントメイク落としをちゃんと使ってますね。ピーって落として結構たっぷりめに出すんですけど、これをこのようにもうリップね、優しく取ってますね。優しく、あ、ちょっと量が多すぎて今ダラッとこぼれましたけど、リップは割とね、こうガサッて、あといっぱいつけてればそんなに痛くないです。それはわかります。量が多ければ痛くないっていうのはわかりますよ。で、落とすでしょ？続いて、こちらもラローシュポゼなんですけど、これはクレンジングウォーターですね。あ、クレンジングウォーターもダブルで使うのね。たっぷりと、こういう感じで、すごくたっぷりと、いたします。もうひたひた。これぐらいして、素晴らしい。こういう風に落としていきますね。ちゃんとコットンの質感がなくなるぐらいたっぷりとクレンジングウォーターつけてるのも素晴らしい。こういう風にやって落とします。はい。ここら辺までやる。そう。なるほどね。で、このターマルウォーター、もうラロシュポゼ続けますけど、大好きなの。はい。これ本当にこれでシャワー浴びたいぐらい大好きなの、これ。これ、ターマルウォーター。これもめちゃめちゃ使ってるんですけど。で、まあ顔洗えないので、これを代わりに使って、ティッシュオフします。はい、よし、これでメイク落としは完了しました。で、普通のスキンケアに入っていくんですけど、まずは、こう、化粧水に行きたいところなんですけど、ちょっと保湿をめちゃめちゃしたいなっていう時は、割と、美容液から塗ることもあります。なので今日は美容液から塗っていきます。やっぱり自分のお肌の状態に合わせてその使う順番を工夫するっていうのはこうルーティンワークになってないところが素晴らしいところです。 SK2 のやつなんですけど、これも振るの好きですね。こう振ってこれもね2層になってるので、これをね、これねすごい振ります。でもなんかちょっとしか出てこないんだけど、こう、あ、出ちゃったっていうことがあんまないからいいんですよ。これぐらいですかね。それを、こういうふうに、こう、プレスするように、ハンドプレスするように、こういうふうに塗っていってあげます。手の使い方、いいですね。もうめんどくさいからこうやってよくやるの。なるほど、なるほど。やっていくわけです。はい。そして、もう一回なんか、こうつける。あ、首にもちゃんと伸ばしていて、そこ、すごいポイントです。
それから化粧水に入ってきます。これは N オーガニックの、モイストリチルオプションっていうやつなんですけど、あの N オーガニックすっごい大好きで、これもなんかこう、これはね B っていうあのシリーズなんですけど、いろんな種類があってそれを使い分けてたりするんですけど、今日はこれを持ってきました。今日は6プッシュ。量的にはね非常にしっかりいい量を使ってますね。で、あのちゃんと手と手のひらを使ってこう入れ込むというか、お肌に馴染ませる、ここをちゃんとされているので素晴らしいですね。あ、どうした？忘れた。これね、あのやっちゃったんですけど、これ取った後に例えばあのニキビができちゃったって、今はできてないんですけど、できちゃったって時にこのスポット、これはね、ナイトスポットセラムかな、ナイトスポットセラムっていうのに塗ります。ナイトスポットセラムだ。お化粧水をする前にちょっとこうスポットケアなども入れ込んでおくってことですね、っていうのをここら辺に挟みます。クレンジングウォーターでティッシュオフした後にまずナイトスポットセラムを使う、まあ、それもいいですね。ただこの保湿バッグっていうのがありますね。これは夜にやるんですけど、これはイソップですね。最初イソップって読めなかったの、難しいよね。これを分かる分かる、イソップって読めない、こんな感じで私も読めなかった。はい、これぐらい取って、はい、あー、なるほど。クリームをね全体に伸ばして、あ、いいですね。いい、うん、ひっくりして、さすが、クリームの塗り方がさすがでした。保湿しました。あとはちょっとね、ここのね、とわこさん綺麗だったな、ここも。でこれをね、ここら辺が気になってきたので、このね、これN オーガニックのこれインクルパックエッセンスっていうね、こういう風になっててね、斜めになってて、これをねここちょっとピッと出して、これぐらい出して、これをねグリグリグリってやるんですよ。やっぱりこう乾燥しやすい目元とかはちゃんとスポットケア、部分ケアをしてらっしゃるんですね。ほうれい線とかね、目の周りとか老化が出やすいところからちゃんとセラムを足してあげるっていうのは素晴らしいポイントですね、うん、摩擦してんじゃんと思うんですけど、全然ね、スル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 滑ってくるんですよ。なんか血行も良くないんじゃないかと思って、はい、でもね、ちょっとグリグリやりすぎかな。もうちょっと優しくしてほしい。仕上げにこの、あ、ジョリエンじゃない、それ読めない。ジョリエン、ジョリエン、これはヘアメイクさんのジョージさん、ジョージさんのね、リップセラムでしょ。ジョリエンなの。私も使ってる。美容成分が入ってて、あの唇のそのアプリケーターのところがちょっとねポコポコってなってるので、いらない唇の角質とかもこう綺麗にすることができて、ちょっと血色が良くなるものです。はい、なりました。でプルプルになって、これで完成です。これが私のナイトルーティーンでした。でもラインナップが、ここが変わったりとか、ここが変わったり、ここが変わったりっていうのはいろいろしたりするんですけど、こういう流れでいくっていう感じなんですけど、はい、そんな感じでした。どうだろう、どうですか、とわこさん。はい、ということで、はい、愛ちゃんのスキンケアを拝見させていただいたんですけども、はい、正直私ね、うん、もうね、ちょっと待ったみたいな、うん、そういうところが一切なかったんですよ、うん、あ、よかった。ね、本当にやっぱり、はい、愛ちゃんのお肌、うん、綺麗なだけあるのはやっぱりこのポイントをちゃんと押さえてるっていうのがね、本当ですか、結果としてちゃんと出てます。嬉しい、素晴らしい、よかった、はい、なので、はい、今日あの高橋愛さんがしてきたスキンケアをちょっとね振り返りながら、良、うん、かった点、はい、皆さんがポイントとしてこう、はい、ご参考にね、うん、していただけるような点なども、うん、あのお伝えさせていただこうかなと思いますが、はい、まずね、あの、うん、リップをこちらのポイントメイクアップリムーバー、はい、取ってたじゃないですか、うんうん、あの時もすごいたっぷり、うん、これをつけたの、うん、でもうしっかりシェイクしてたの。あれもねすごい大切なことなんですよ。そうなんですね、うん、やっぱりね最初買った時は量がたっぷり入っているので、うん、結構皆さんシェイクするんですけども、うん、だんだん使っていくうちに、うん、もうちょっと
ちょっと振るぐらいになってる方がいて、うんうん、やっぱりこれはあのオイル層と水槽がちゃんと混ざっていることがちゃんとした働きなので、うん、そっかそっか、そうなんです。だからね、すごい愛ちゃん振ってたんですよなんか振るの好きみたいとか言って、うん、そうそうそう、だからね、じゃあよかったな、結果はあれはもう大正解なんです。そしてその後の量もたっぷり、はい、ただね、ちょっと一点だけ、はい、そう、口紅、うん、ちょっとね、あのナチュラルなレッドをつけていたので、うん、あれをこうやってわーって拭いちゃうと、うん、やっぱりこの唇の周りに色素がね、あ、伸びて、時間すぐだからいいんですけど、うん、例えばこれからマットリップとか、うん、落ちにくいリップとかをつけるときは、うん、この唇の縦じわに沿って、うん、こう内側に内側に あんまりこう外側に伸びないようにしてあげるっていうのも一つポイントかなって思いました。ちょっとしばらく置いておいてあげる、馴染ませておいてあげるのもいいかもしれません。わかりました、うん、勉強になります。はい、ティッシュオフ もうこうやって横に拭いてなくて、うん、ちゃんと上からこう優しく、うん、ね、はい、やってました、ね、あれも大正解。あ、よかった。もう私も絶対ね、絶対愛ちゃんこれでこうやるかなと思ってね、ちょっと楽しみに、ね、あ、そうだったんですね。いや、絶対やらなかった。お、素晴らしい、よかった。はい、そして、うん、次にこちらの SK2 さんのフェイシャルトリートメントのこのオイルケース、この美容液とオイルが2層になったもので、ちょっとこう導入的な働きもする美容液をまずつけて、お肌にその美容液を受け入れる土台を作るっていうことをしていて、ちゃんとね、指のね、小指とかも使ってこう細かいところもちゃんと入れてるのが、すごい見てくださってる、ちゃんとね、余すところなくおでこも、そして最後に必ず首、それから手にも、うん、そして肘にもちゃんとつけて、ここすごいんですよ。これ私もずっともうね、何十年もやってることなんです。あ、そうなんです。そう、もうね、20代の頃から手に余ったら首筋、うん、で、さらに手の甲だったり、うん、肘だったり、うん、余すところなく、うん、これ田中みな実さんだったら後でお尻で拭くって言ってたんですけど、うん、でもそれぐらいしっかり量を使っていただくっていうのは、やっぱりスキンケアの基本としては大正解です。ああ、よかった。です。はい、そしてポイント あのケアも最後されてたんですけども、うん、やっぱり私今後悔してるとしたら、やっぱり30代の頃からちゃんと目周りのケア、ほうれい線のケアしておけばよかったなって。綺麗ですよ。うん、いや、もうそれは、ね、ありがとう。いやいやいや、めっちゃ綺麗だから今日頑張ってやらなきゃと思って、うんうん、とうこさん見たから。やっぱりこれね、あの多分ね、あの YouTube の画面ね、魔法がかかってるんですよ。いやいやいや、ここにいても綺麗です、うん、なので、うん、やっぱりね、あの今何も悩みがないうちから、うん、あのやっていただく分にはもう本当におすすめです。アプリケーターがすごくこうひんやりするものですよね、うん、はい、だからちょっとグリグリやってたかなって、やりすぎた、ちょっとそこだけやりすぎちゃった、滑らせるように、決して圧はかけないでください。はい、わかりました。圧はかけちゃダメ、圧かけない、うん、そう、はい、滑らせるだけ、滑らせる、はい、わ、はい、かりました、お願いします。わかりました、はい、ということで、うん、今回は高橋愛さんの普段のスキンケア、はい、夜のナイトルーティーンを見せていただいたんですけども、はい、商品の選び方、うん、そして順番、使用量、そして手の使い方、はい、そして工夫、その5項目を採点させていただきました、はい、うん、それぞれ4点満点を20点満点になりますので、はい、ちょっと見ていただきたいと思いますが、うん、じゃん、こんな感じです。めっちゃ高くないですか。そうなんですよ、まずね、すごい、ね、そうなの、まずね、うん、商品の選び方、うん、多分ね、これを見せていただいたら、うんうん、きっと愛ちゃんはちょっとこう敏感肌、ご自身がちょっとこう敏感肌なので、すごくあの優しい使い心地のものを選んでらっしゃるなって思っていて、それが全部に行き渡って、そういうこと、意識が行き渡ってたので素晴らしいなと思いました。ありがとうございます。それから使い方の順番、まずクレンジングを落として、そして全体を落として、あの自分のお肌と相談しながら順番を決めてってるっていうのは素晴らしいなと思いました。ね、そして手の使い方、さっきも言いましたけれども、優しく手のひら全体で、すごい器用に愛ちゃんね、手の指先も使ってらっしゃって、そして次、工夫のところ、悪くはなかったんですけども、あの、お化粧水とか、あの、出すときに、もう、じゃん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 って出して、結構こっちから見てても、飛び散ってるな、みたいな。
確かに私これ拭きましたもん。そう拭いてましたよね。拭いてるのは偉いなって思ったんですよ。コットンに沿わせてこうシャンシャンシャンってこう静かに振ってあげると、はい、あの間違いじゃないんですけど、はい、もったいなくない、はい、品の悪さが出ましたね。そんなことないですよ。品のなさがということで、うん、ほぼ満点の愛ちゃんなんですけども、うん、お肌見た感じではもうお悩みなんてないんですけども、うん、ないみたいに見えるんですけども、何かスキンケアで悩んでることってありますか？なんか角質ケアってどうやってやったらいいんだろうって。角質ね。そうなんですよ。すごい大事なんですよ、うん、すごく実は、ね、なんか角質ってちょっと悪者扱いされてるじゃないですか、うん、でも美容成分を最初に受け取るところって角質なんですよ、うん、だからあんまりこう角質がなさすぎると、うん、こういう美容成分受け取るところもないし、うん、外的のこう要因、外からのこう攻撃を守るバリア機能っていうのはその角質のところに備わるので、それが弱くなっちゃうんですね。そうだから愛さんは例えば敏感肌ってご自身で感じるぐらいだから、やっぱりそれ毎日はちょっと心配かなと思ってます。で角質ケアの種類もいろいろあって、今ってこう美容液タイプだったり、あとはよくあの韓国コスメで流行ってるようなこうパッとに染み込ませてあって、ちょっとこう角質をクリアにするものとかいろいろあるんですけども、優しく美容液タイプのもので毎日使えるような角質除去タイプのものを、あのまずは T ゾーンとか気になるところだけ使っていただくっていうのも、全部やる必要ないってことですよ ね。気になるとこだけでもいいんだ。そう、今日やっぱりね、しばらくぶりに会ったら、やっぱり愛ちゃんのお肌ってすごく繊細でキメも細かいので、やっぱり目の周りとかはすごく大事に大事に、皮膚は大事に大事にしてあげると、ちゃんと潤いを受け止める角質層もちゃんと備わるっていう感じだと思いますので、そんな風にケアをしていただきたいなって思います。なるほど、ありがとうございます。ありがとうございます。ということで、本日は高橋愛さんの普段のナイトルーティーンを拝見させていただきました。ありがとうございました。丁寧にやります。はい、丁寧にお願いします。